はい、どうもこんにちは、タッカキッチです。さて現在、2020年3月31日、11時59分、23時59分、はい、エイプリルフールでございます。はい、あと1分でエイプリルフール。さあ今年もね、エイプリルフールどんなネタを見せてくれるんでしょうか。複数あるんでしょうかね、それとも1個ドドンってあるんでしょうかね。ちょっと楽しみですね。今日はね、それをねご紹介していきたいと思います。はい、ということで4月1日になりました。だいたい、まあまず分かるのがね、これねよね、冒険者お出かけツール。え、パニガキャッチャー出現。え、なにこれ、パニガキャッチャー出現。なにこれ、左右に動かして、え、よいしょ、カプセルを取れ。なにこれ、ブロマイドは返してまた遊んでね。なんそれ。はい、なんかテレビショッピングかなんか始まるっぽいのかな、これ。こちらね、もう少しアストルティア放送局でグローバーショップの放送が始まるよ。今日紹介される商品は何だろう、ワクワクするね。12時半に放送開始するから、視聴者、ね、なにこれ、初め、え、なにこれ。おっと、今年も天国ネタか。今年も天国ネタっぽいね。バリレ様来てんのかな。はい、ってことで天国開いておりまーす。おっと、にゃんにゃん。パフパフ天国、日頃の戦いの疲れを癒す場所者。準備で、え、にゃんにゃに、にゃんにゃ、にゃんにゃって名前変だけど。にゃんにゃ。まあ、ドアコファンはこれ必見でしょう。はい、ちょっと、お願いします。部屋の明かりを消す気まいなんだ。別に問題よね。いいえ。ばばは言うんじゃないよ。めっちゃ怒っとるやん。さて、覚悟はいいかい？パフパフ。だんだん暖かくなってきた。心も暖かくなってくるよ。本当にパフパフしてされたらね。違うか。気持ち、お回復したんだね。どうだ、坊主。まあ、やっぱそうだよね。これだよね。うん。わかってる。うん。これは毎年のネタだよね。自慢のハンマーで力いっぱいほぐしてやろうかと思ったら、ほぐされないよね。ぶん殴られるって感じだよね。さあ、今度は、ライトくん。ライトくん。いや、よく来たね。ここはパフパフ天国だ。ちょっと嫌だな。誰がいるんだろう。これ、俺は感じると、君の心の奥は沈んでる。どう猛な欲望。まあ、はい、お願いします。お願いします。明かりを消して真っ暗にするけど構わない。嫌です。ここまで来て怖くなったのかい？悪いけどもう君は引かせないよ。やば。暖かくなってきた。楽しめるはずだ。まあ、回復はするんだろうね。やっぱ全部そうだろうね。このね、あの荒くれ者なんだろうね。さあ、ライト君がね、現れてくれました。ありがとうございます。ブラックサンデル、いらっしゃい。ここはパフパフ天国。疲れた紳士宿図を浄化して極楽を導く。なんか、今回このおっさんネタ多いな。じゃあ男ネタか。にゃんにゃん、バレリア様はいないな。あ、じゃああれは、レクタリスはいるんじゃない今回。てめえよ、極楽へいなさい。口汚ねえな。口汚ねえな。はい。あ、もう、はい。お願いします。はい。感覚、明かりを消すぜ。いいよね。嫌ですよ。手を焼かせるんじゃねえ。消した方が何倍も気持ちいいから、つべこのやつ、従いやがれ。なんでやねん。なんかピリピリしてるよね。みんな家ってすると。なんか消したからもんな。僕消したくない派なんですよ。はい、天国。だいぶ体がこわばってんな。俺にすべてを嫌で。嫌だな。ちょっと男と、男同士のネタはちょっと嫌だな、これ。どうだ、坊主。わしらパフパフはいいだろう。変わねえやん。変わんねえやん。ねえ、ちょっと危ない、禁断の愛だよね、この二人ね。俺と師匠と愛の筋肉のパフパフツートボールだと。やっぱりそういうことか。この二人絶対関係あるよね。あー、どうやら同じみたいな。丘は担当チェンジ、白夜、油林地。あれ、この二人はないよね。何、指名限定って。白夜って誰だろう。あー、はい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 。
白夜です。そういうことね。いや、嫌です。もしかして暗闇が怖いのですか？安心してください。私があなたのそばについてますから。さすが紳士ですね。こういう人ならね、身を任したい。なんでやねん。任したくないよ。暖かくなっていく。絶対やだ、あのおっさん、筋肉のとっつぁん坊や。ユーリンチってことはユーライザかな。多分ユーライザだよね。ほら、ユーライザちゃんならめちゃくちゃいいじゃん。癒しの天使ユーラ、ユーリンチ、ユーラって言いかけとるやん。さあ早速はおわー。ところで、いや絶対消さないでください。すいません、ルール違反をすると上司から積み付きの認定を受けてしまうので、仮にちょっといかがわしいお店じゃないのこれ。ほんと大丈夫、ドラクエ身を委ねてくださいちょっとかわいいな、ちょっと照れてるとこがかわいいよね。いや、やっぱりそういうことですよね。やっぱ全部おっちゃんなんだろうね、多分ね。はい、ついに指名限定の先輩から学んだパフパフ。指名限定って誰なんだろう。そんな、どうして、でも無理を言ってはいけませんよねってめっちゃ嫌がるやん。指名限定って誰なんだろう。はあ、これは最高じゃん、リナーシェ。ご指名ありがとうございます。パフパフといえばご存知、私が参りました。私を求めてくださったあなたに極上の時間をお約束します。でもその前にね、部屋の明かり消してもいいでしょ。嫌です、絶対嫌だ。もうで、めっちゃかわいい、リナーシュ超かわいいじゃん。では始めますね。指名限定最高。まあでもバレリア様がいなかった時点でちょっとねやる気なかったんだけどね、これ僕ね。あ、違う、そんなことないね。リナーシュ最高です。うーわー、ちょっとくっつきすぎだよね、高吉ね。あれ、うん、パフ、あれ、あのおっちゃんもいないよ。これマジで、マジマジのパクパクじゃないこれ。ちょ、うーわ、最高。これリナーシュ、ちょっと、大丈夫ドラクエ、いいのこれ、ちょっと引っかからんこれ。さあ、そしてどうやら、はい、夏里ちゃんに話しかけると、いいところに実は皆さんお伝えしたいビッグな情報があるんです。何でもガタラ原野の中央にある湖で、これまで見たことないサイズの魚影が何度も受けされているようです。これは幻とも言われるガタラの主に違いありませんよ。くー、ワクワクします。ということで、ガタラ原野でなんかあるみたいです。はい、あ、もういい、余計なこと見せないで。ちょっとあんまり気分が悪くなるな、それ見たら。違うか、ガタラ原野の真ん中の湖みたいですね。ちょっと行ってきたいと思います。おっと、ガタラのキングサイズを釣った。これじゃない、 100m だよね。でっかい主が、おっと、猛烈に力をためた。あ、疲れ切るんかい疲れ切るんかい。さあどう、ガタラの主、うわーいなんで君がそこにいんの、何してんの、 あんたは経験値もしっかり入る。あ、しかもこう、釣り竿壊れたし。あたた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 。ようやくガラクタと出会えたと思ったら、ただのルアーじゃないですか。誰ですか、わしのガラクタ探しを邪魔するのは。誰でしたっけ、あんた。おい、忘れてんかい。やっぱポンコツなな、相変わらず。ん、星屑の剣という剣がこの湖に沈んでいる。クズではない、クズはクズでもクズではないんだよ。ルアーも喉を取りませんよ。危なかったね、でもね。ねえ、口の中入れたら大げけじゃ済まへんで。はい、ガタラの主とはダストンのことだったらしい。すごいよねすごいな4つあるっていう話で、ラストがなんと今日アストルティアの、はい、クローバーなんかね、テレビがやるみたいなんですよね。はい、ってことでね、ちょっとね、ごめんなさい、申し訳ないんですけど、配信上流せないのでね、ID 映ってないと、写真だけ写しておきたいと思います。どうやら、はい、ドラゴンクエスト10ショップ、おしゃれ便利アイテムの、キュートなメイク道具、使用期限があり、これ、ただでもらえるみたいだね。2024年4月1日の12時半から、23時59分、限定販売で、
もらえるみたいです。すごいな、これ。え、どういうことだろう、これ。入手状況を確認する。この化粧、ジェルポイントと 0XP が、加算されます。買い物袋に入れる。さあ、ということで、下記の商品をね、キャラクター購入しました。ドラケンショップのご利用ありがとうございました。キュートのメイク道具、使用期限があり。さあ、早速。さあ、使ってきた。ちょっと待って、ワンちゃん。ちょっと待って、キュートなってワンちゃんになったんだけど、ちょっと待って、猫ちゃんもいるじゃん。猫ちゃんもいるね、これ。あれ？あ、ルーラ使えない。ルーラが使えなくなってしまってる。で、クローバーバッグで使うと、あ、元に戻れるんだね。あ、なるほど。変身してる間は、どうやら、アイテムが使えないみたいなね、ルーラとかね。ほら、ちょっと待って、猫がいるんだけど、ミーニャンさん。あれ猫になった。あれさっきワンちゃんだったのにね。あ、ということはこれ使うごとに多分変わるんだ。なるほど。猫に変わって、さっきワンちゃんになったのにね、これワンちゃんか猫ちゃんに変わるみたいね、これ。よいしょ。ここ。あ、来た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 。ほらほらほら。ワンちゃん。超可愛いんだけど。はー、なるほどね。なかなか、上さん、面白い企画を。はーい、やってくれましたね。いや、これ4月1日、手こんでるわ。可愛い。はい。ワンちゃんの方がいいな。ちょっと可愛いよね。はい。てことで皆様、4月1日、エイプリルフールね、運営さんがこんな1日限定のね、イベントを用意してありますので、しっかり忘れずにね、見に行ったり遊びに行ったりね、このアイテムをもらったりしてください。てことで、本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。